ちゃん探検してんの。君たちほぼ避難だね、これ。足の間でくつろいでるよ。これ外す？うん、このままでいいの？うん、あのこれをメダルをしてた方がいいかなと。はい、ポンチン。あら、無理か。ちょっと位置的に難しいか。じゃあジャン君や。はい、赤いの。ジャン君バレンタインデーにもらったよ。これはハートが内側を向いていていいの？うん、あれ？ジャン君、あげてよ。手が入らないんですよ、そこまで。じゃあこれ、はい、匂い嗅いで。じゃあこれ。はい、どうぞ。微妙に難しいんだよね。どうかな。似合いそう。バレンタインだからジャン君が入ってね。ポンちゃんの方がいい。目立つか目立たないかっていうと、ジャン君にこの赤はあんまり目立たないね。そうか。の方が気品がある感じ。まあ赤と黒は定番だからね。うん、あ、なんか男の子だからバレンタインだったらハートの方がいいかなと思ったけど、あとはお花にパールの女の子っぽいかな。ジャン君にパールが似合うと思うけどな。そうそう。で、こうつけてみればいいの。花嫁のベールみたいだね。やっぱ出てきてる時に行った方がいいのかな。あ、
なんかポンちゃんのところに白髪がついてる。腕のところに。これか。うん。面白になってるよ。君たち。じゃあテーブルの下から出てきたらつけようね。うん、さあ、ご飯の時間ですよ。わーいって戻ってきたんじゃないね、君。ただただ遊んでんだね。しおんくんはご飯だけど、どうする？しおんくん。ちゃこちゃん。呼ばれたら帰るね。ちゃこちゃん。アンズちゃんだよね。アンズちゃんはずっとケージで待ってるからね。こんな子たちよりアンズちゃんのが偉いね。何をやってんだ君たちは。それは遊びだよね、うん、お子様の仕事の遊びです。はい、アンズちゃん。アンズちゃんカリカリだけだけど、ごめんね。はい、だーじゃん。でも最近カリカリ好きだよね、アンズちゃんね。大人になったってこと？うん、カリカリ好きになったアンズちゃん。リコさん。アンズちゃんが一番美味しそうに食べるね。うん。リコさん。早くウェットも食べられるようになったらいいね。うん、クシュクシュクシュ。はい、シオンくん、カリカリのみ。シオンくんのうんちが健康なうんちになるまで、ちょっとカリカリだけで様子見です。昨日の夜ちょっと良くなってるかなっていう感じだったので、今日いいうんちしてください。よろしく。ちゃこちゃん、しおんくんもあんずちゃんももうご飯食べてますよ。ちゃこちゃん、ご飯に戻っておいで。ポンちゃんが撃退。あれ、行っちゃった。とりあえずここ通るやつは撃退するわな。でも絶対入らないね。あれ？あれ？
なぜ？はい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 。絶対入らない。そのうち自分で入ればいいやにするためにはポンちゃんとジャン君絶食？そして絶対そっち側からやるのね。なんでだろう。ああ壊さないで。はいもうじゃあこれで待つよ。